ビセンテデル・ボスケ・ゴンサレスは、スペイン・サラマンカ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、サッカー解説者。選手としては、キャリアの大半を、レアル・マドリーで過ごした。在籍中はいわゆるキンタ・デル・ブイトレの前の時代に、相当し、守備的、ミッドフィールダー、ディフェンダーとして、チームを支え、リーガー・イスパニョーラ優勝5回、コパデル・レイ優勝4回を経験した。 スペイン代表としては UEFA 欧州選手権1982出場した。現役引退後は指導者の道に進み、レアルマドリードの下部組織等で指導に当たる。1999年から2003年まではレアルマドリードのトップチームを指揮。この4年間にリーガイスパニョーラ優勝2回、UEFA チャンピオンズリーグ優勝2回、 インターコンチネンタルカップ優勝1回など、名門、レアルマドリードの歴史の中でも顕著な戦績を挙げている。2008年には、スペイン代表の指揮官に就任すると、2010FIFA ワールドカップを制し、母国を悲願の世界王者に導いた。さらに、大会後も引き続き代表を指揮し、UEFA ユーロ2 0 1 2でもチームを優勝に導く。これによりスペイン代表は、 史上初となる UEFA 欧州選手権連覇に加え UEFA ユーロ 2008-2010FIFA ワールドカップ UEFA ユーロ2012の主要国際大会3連覇という前人未踏の記録を成し遂げた。また、デルボスケ個人も FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権 UEFA チャンピオンズリーグの3冠を達成した史上初の監督となっている。 クラブ1964年にレアル・マドリードの下部組織に入団し、1969年にセカンドチームであるプルス・ウルトラに昇格。1970から71シーズンにはトップチームデビューを果たしたものの、1970年から1973年にかけては CD ・カステリオンとコルドバ CF にレンタル移籍した。百七十三年夏に、 レアルマドリードに復帰してからは、1974から75シーズンと1975から76シーズンに、リーグ戦に連覇を、1977から78シーズンから1979から80シーズンに、かけては、同3連覇を果たしており、コパデルレーでも4度の優勝を経験した。現役時代には、リーガエスパニョーラで通算441試合に、 出場し、30得点を挙げた。同時期のレアルマドリードには、ミゲル・アンヘル・ゴンサレス、ピッティ、アマン・シオ・アマロ、サンティリアーナ、ホセ・アントニオ・カマーチョ、パウル・ブライトナー、ギュンター・ネッツァーなどがいた。デル・ボスケは、キンタ・デル・ヴィトレの前の時代に、レアルマドリードで活躍し、1984年6月に、現役引退した。代表1975年に、スペイン代表デビューし、 1978年12月15日の UEFA 欧州選手権1980予選キプロス戦で初得点を挙げた。1980年には UEFA 欧州選手権1980に出場したがグループリーグ敗退という失望の結果に終わった。1980年までに18試合に出場している。レアルマドリード現役引退後は レアルマドリードの株組織で指導者の道を歩み始め、レアルマドリード・カスティージャの指揮官を務めるなどした。株組織の責任者として、イケル・カシージャスなどを指導している。1994年には、トップチームのベニート・フローロ監督が解任された際、公認に、ホルヘ・バルガーノの就任が決まるまでの約2ヶ月間、暫定監督として、トップチームを指揮。さらに、 1996年には、アルセニオ・イグレシアス監督が、クラブ首脳陣によって解任された際、デルボスケが一試合だけ指揮したこともあった。1999年11月に、ジョン・トシャック監督が解任されると、デルボスケは、正式に、トップチームの監督に就任した。それからの4年間、レアルマドリードは、 アルフレッド・ディ・ステファノやフェレンツ・プスカシュなどがいた1950年代から1960年代にかけての黄金時代以来の安定した成績を残し UEFA チャンピオンズリーグ優勝2回リーグ優勝2回スーペルコパでエスパーニャ優勝1回 UEFA スーパーカップ優勝1回インターコンチネンタルカップ1回など数々のタイトルを手中に収めた UEFA チャンピオンズリーグでは、指揮を取った4シーズンすべてにおいて、ベスト4以上に進んでいることになる。また、デルボスケは謙虚で、勤勉で、気取らないことで、マスコミ等から評判が良かった。オリッシも、2000年夏に、フロレンティーノ・ペレス会長が就任し、ジダネス、パボネス政策を標榜し、ルイス・フィーゴ、ジネディーヌ・ジダン、ロナウドなどのスーパースターを、 毎年監督であるデルボスケの意向とは無関係に補強していった。その中でもデルボスケは国内外のスター選手とカンテラ出身の若手選手、古参のベテラン選手などが混在したロッカールームを巧みにまとめ上げ、一つのチームとして機能させる見事な手段を見せ、チームはやがてロス・ガラクティコス銀河系軍団と呼ばれるようになっていった。しかし、 2002から03シーズン終了後、クラブは次なるスーパースターとして、デイビッド・ベッカムの獲得を発表する一方で、クロード・マケレレ、フェルナンド・イエロ、フェルナンド・モリエンテスラクラブの功労者を相次いで放出した。そして、監督であるデル・ボスケとも契約を更新しないと発表したのである。その代わりに、クラブのテクニカルディレクターの就任を要請されたが、デル・ボスケはこれを拒否している。 ペレス会長は、デルボスケとの契約を更新しなかった理由について、デルボスケは疲労を見せていた。正直に述べるが、我々は彼は将来的に適切な監督ではないと考えている。デルボスケの経歴は伝統的なもの。我々はより戦術を重要視した人物を探しているなどと述べている。これ以降、ロス・ガラクティコスと称えられたレアル・マドリードは瞬く間に、 チームとしての機能性を失い、急速に弱体化した。デルボスケを解任して以来、クラブは4年間で実に7人の監督を迎えたが、2007年にファビオ・カペットのチームが優勝するまでリーグ優勝から遠ざかった。さらに、1998年から2003年までの6年間で5回のベスト4以上という圧倒的な成績を残していたチャンピオンズリーグでも、 デルボスケラが去って、以降、2010から11シーズンに、ジョゼモーリーニョのチームが、オリンピックリオンを破るまで、実に7年間にわたって、ベスト16での敗退を続けることになる。レアルマドリード監督退任後その後、デルボスケは、スペイン代表の監督就任の打診を断り、トルコシュペルリガのベシクタシュ JK 監督に就任した。しかし、ここでは思うような結果を残せず、 2004から05、シーズン終了を待たずに解任されている。2006年夏には、2006FIFA ワールドカップで、敗退した直後のメキシコから、監督就任のオファーを受けたが、デルボスケは、光栄なことと述べつつ、これを断っている。同夏には、レアルマドリードの会長選挙が行われ、ファンパラシオス候補の選挙公約で監督に指名されて、 いたが、パラシオスが、僅差で、ラモンカルデロンに敗れたためレアルマドリード復帰は、ならなかった。スペイン代表ワールドカップを頭上に掲げるデルボスケ2008から2012年8年7月には、ルイス・ワラゴネスの公認として、UEFA ユーロ2008を制した、直後のスペイン代表監督に就任した。代表監督就任後は、UEFA ユーロ2008で優勝したチームの、 骨格部分を維持しつつ、ボージャンクルキッチ、アンドニー・ラオラ、フェルナンド・ジョレンテ、ディエゴ・カッペル、セルフィオ・ブスケツ、ジェラール・ピケ、ペドロ・ロドリゲス、フェルナンド・アモレー・ビエタなど、これまで代表に招集されてこなかった若手の、新戦力を、次々と投与して、新陳代謝を図った。ワールドカップのプレ大会となる FIFA、コンフェデレーションズカップ2009では、準決勝で、 アメリカに敗れたものの、FIFA ワールドカップ予選では10戦全勝の見事な戦績を残し、2010FIFA ワールドカップ本大会出場を決めている。優勝候補の筆頭格として迎えた 2010FIFA ワールドカップでは、グループリーグ初戦のスイス戦を0の1で落としたものの、続くホンジュラス戦とチリ戦に連勝して、グループリーグを首位通過。決勝トーナメントでは、ポルトガル、 パラグアイ、ドイツをそれぞれ1-0で破り、スペイン代表にとって史上初となるワールドカップ決勝戦に進出した。そして決勝のオランダ戦でもチームは延長戦後半、アンドレス・イニエスタの決勝点により1から0と勝利し、世界王者に輝いた。これにより、デルボスケはマルチェロ・リッピに続いて、 フィファワールドカップと UEFA チャンピオンズリーグの両方を監督として制した史上二人目の監督となった。また、この功績により国王フアンカルロス一世からデルボスケ公爵の称号を贈られている。2010から2016、2011年6月7日のベネズエラ戦では代表監督就任後38勝目を挙げ、スペイン代表の歴代最多勝利監督となった。 それまでの記録は37勝のルイス・アラゴネス監督であり、勝利数3位の36勝のハビエル・クレメンテ監督らと比較しても勝率は群を抜いている。ワールドカップ以後、スペイン代表は、親善試合で、強豪国相手に敗戦が目立つようになったものの、公式戦では UEFA ユーロ2012予選を全勝で通過するなど強さを見せた。 UEFA ユーロ2012本大会では、攻守の要であるビジャトップジョルが、不傷離脱しチーム力の低下が懸念される中、初戦のイタリア戦に、本職のフォワードを叶い、ゼロトップの布陣で臨み、世界を驚かせた。初戦のイタリア戦には1-1と引き分けたものの、その後はアイルランド、クロアチアに連勝して、グループリーグを首位通過。決勝トーナメントでも、デルボスケは、 ゼロトップ夫人を粘り強く継続し続け、時に苦しみながらもチームを優勝へと導いた。これにより、スペイン代表は、史上初となる UEFA 欧州選手権連覇に、加え、UEFA ユーロ2008、2010フィ f ファワールドカップ、UEFA ユーロ2012の主要国際大会、3連覇という前人未到の記録を成し遂げている。そして、デルボスケもまた、 ヘルムートシェーンに続いて、FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権の双方を制した史上二人目の監督となり、また、これに UEFA チャンピオンズリーグを加えた三冠を達成した史上初の監督となり、歴史にその名を残している。大会に連覇がかかっていた 2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ初戦のオランダ戦で1の5と大敗し、 第二戦のチリ戦でもゼロの二と敗れたことで、あと一試合を残して、グループリーグ敗退が決定した。第三戦のオーストラリア戦で、唯一の勝利を挙げ、監督に留任した。UEFA ユーロ2016本大会では、史上初の三連覇をかけて臨んだ。グループリーグでは、初戦で、チェコ、第二戦で、トルコに連勝し、ベスト十六進出を決めたが、第三戦で、 クロアチアに敗れグループに通過となった。ラウンドオブ16では UEFA ユーロ2012決勝戦で勝利したイタリアと対戦したが0から2で敗れ3連覇は達成できなかった。スペイン敗退後の2016年6月30日 G を表明し FIFA ワールドカップ UEFA ユーロそれぞれ優勝1回ずつの実績を残し8年間の スペイン代表監督での指揮を終えた。ありがとうございます。